収まってカリンが離れます。スタートしました。ほぼ揃いました。 ペプシドソレイは若干後ろです。サーセン争い。外目から14番のスカンジナビア、さらに押して13番マーブルロック、前に行きますが、スカンジナビア譲りません。最内から6番のテイエムシニスター、先端3頭。あとは3場所に7番スマートビクターに、外に9番ワンダースティングが並んで、1場所に半、外目に8番のハギノロックオン、内から2番ワンダフルトデイ、その外に4番オラベリタス。1コーナーのカーブです。 花に立ったのは13番のマーブルロックリード1馬身半2コーナーに入ります14番スカンジナビア2番手3番手はインコース6番テイエムシニスター1馬身9番ワンダースティング向こう正面です1馬身差内から7番スマートビクター半馬身8番ハギのロックオン3馬身2番のワンダフルトゥデイそれから2馬身4番オラベリタス内から5番のアレクサかわして内は3番のスナークレジストそれから1馬身10番名称工場それから1馬身15番のファイブレター3馬身十二番クリ のクリスタル11番待機ドミニオン桟橋に遅れて1番のペプソソレイは最高峰です。1000メートルは62秒9で通過。 逃げる13番マーブルロックリードは1バシン14番スカンジュナビアが2番手3番手は1バシン9番のワンダースティング600を通過1バシン内から6番テイエムシニスター外から8番萩のロックオン間は7番のスマートビクター3頭の外からじわじわと3枠の1頭オラベリタスが上がっていって4コーナーカーブ直線コースへと入りますさあ13番マーブルロック先頭スカンジュナビアが並んでくるワンダースティングさらには萩のロックオン外は4番のオラベリタスが追ってきたさあ 前2頭の争いから14番スカンジュナビアがわずかに出た200を追加マーブロック降り下がる外からは8番の萩野ロックオンと9番のワンダースティングこの2頭が2番手3番手前を追ってくる14番スカンジュナビア8番萩野ロックオン萩野ロックオントラえてゴールイン2番手14番スカンジュナビア3番手が9番ワンダースティング